チャット自身はもうほぼありえないんだ。あの4人の投票で。件にいたしました。2日目の投票結果だと、私が配送ボタンを押します。初日の投票とかは加味すると思うので、うん、配送ボタンが出たら全員、か、で、か、2番のね、プレイヤーが2番に行くはずなのに、アンテ人口取ろうとするってことはおかしいみたいな感じで、弾き出して、準備完了お願いします。それは2番に行かなればならぬってのはやらなきゃいけなかったね。はい、それではゲーム始めていきます。走らしたから、あの、村なのに柱発言したら、ゲームが終わるのに柱発言したってことも加味して、選択しない場合、余っている役職が、ランダムで振り分けられます。あれ見て、5番と6番に行ってるから、新占い師が、多分あんまり怒る人じゃないから、あの、俺と比べて優しかったけどね。それでもあぎれてたの。あぎれた怒りをしたってことが、その、あの女性はプレイの質を見直すべきだってこと。あぶり出して狼を分かろうっていう前にちゃんと発言もそうだし投票もそうだし推測することから逃げちゃいけないよ。あの盤面でもうどういう状況なのかって考えなきゃ。夜が明けました。ああ。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。うん、そうですね、そうですね。まあ、占い師をね、真を信じたら勝てるゲーム。なんですね、これね。うん。でも、その真の話を聞かない。自分が偉いと思って、自分が正しいと思って。まあ、ありがたい言葉だと思ってね、その真の占い師の話を聞いたら勝てんだから。うん。まあ、なんでしょうね。頑張ってね、村で取ろうとしてる人の中に人外がいるの。うん。それはみんな頑張るよね。あの、狼の時ね。じゃあ、もしだよ。うん。村にも出しませんとか、クレセサもしませんとか、そんな占い師がいたら、もうそいつ死に決まってんだろ。うん。俺見たことないんだから。そんな人。人外で。だって絶対に人外ね。村に出すに決まってんじゃん。それでしか人騙せないんだから。うん。まあ、俺はそんな占い師に会ってみたいよ。うん。俺はその占い師しか信じないから。以上。3番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。2番さんの印象としては悪いになるんかな。最初の方の発言は、俺いいなと思った。真の占い師を信じればいいから。ただその真の占い師かどうかっていうのが分からへんから、そこは難しいんやろうなと思ったけど、ね、もし2人ないし3人占い師よく数出てきましたっていう。ちょっとね、前の試合のね、相手でもあってね、もうちょっとね、優しく言おうと思ったんだけどね、ちょっとね、2番さんの発言からすると。1周目の発言に混じってるわ。そっちなんやったら俺は印象は悪いかなと思う、ね。やっぱ発言のゲームやから、この人の意見が、あの女性の人にはね、はっきりくるなとか、そういうなんで、一つだけ分かって、分かると思う。分かるっていうか、あの場面で柱発言するって思えると思うゲーム終わるから、ちょっと2番さんは印象悪いかなって、その言う点では思ったから。あれだけ、それだけは分かってほしい。以上です。4番。あの場面で柱、巨人使用するなとか、そういうのはね。はい。そういうのはまあ、勉強だけど。です。2番、3番は、3番が2番のことちょっと印象悪いって言ってたから、ラインはあんまり見えないのかなって思いました。で、二人ともなんか人狼陣営じゃない。村人陣営ですとか言ってなかったし、資料もなかったから、まあ今のところグレーかなっていう感じで、まだ三人目で情報が少ないんですけど、聞こえてるのかな？そうだな。この後、占い師とかが出てきて、騎士は潜伏で大丈夫と思います。とりあえず。聞こえる。ありがとうございます。そうだな。そう。騎士潜伏。もし、占い二人とか出たら、ややこしいけど。はい、順番つけてきます。3番さんが一番白いですね。まあ、4番さんは例外確定すればそれでいいんですけど、2番さんの言ってることは、俺はよくわかんなかったけど、占いを信じるゲーム、でも、偽占いも、村利がある発言するよねっ
ていう話だよね、多分。違うのかな、ちょっとあんまりよく分かってなかった。もうちょっと簡潔に言ってほしかったかな。まあ、4番さん、村人陣営って言わなかったけど、村人がある同士だと判別はつかないけど、まあ、言っても言わなくても結局一緒だと思ってるから、まあ、そこは、てか村人じゃないから考察に入れなくていいのかなとは思ってるけど。って感じかな。ゲルテタも知りませんなんか言わずいたら、うん、まあ、大体死んじゃう。そんぐらいかな。2番と3番だったら3番に投票するかな。現時点では。っていう。話だよ。3番に、おおむね同意ではあるけどっていう感じかな。次から発言する人は、俺も含めて順位とか、つけてってほしいかな。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6番です。村人陣営でした。そうだな。特に誰がで、なんか、なんやろな、印象いいっていうの正直本当になくって、2番さんは、まあ、5番さんが言ってたように、ちょっと、5番さんじゃないか、3番さんが言ってたように、若干印象悪いかな、なんかちょっと何を言ってるのかわからんかなっていう部分はあったかな、若干強人アピールにも見えたかなっていう感じです。で、3番さんは、まあ、その位置で2番さんを叩けたっていうところは白いんかなって思ったけど、めちゃくちゃ叩くっていう感じじゃなくて、若干かばってたところが、まあ、全然繋が、でもおかしくはないかなと思ってしまったし、4番さんが霊能っていうのはまあ全然わかるんやけど、全然わかるっていうか一人しか出てないから叩くこともないけど、しようもないしみたいな、で騎士は潜伏でとかっていう、騎士って基本的に占い師が触れるとこかなって思ってるから、そんなに死んでは見てない、まあ一角したら嬉しいなっていう感じです。でそうだな、5番さんも特になんかめちゃくちゃ系統を向けてる感じでもなかったから、特になんか色落ちなしっていう感じです。あの場面で村のやつが柱発言したら走りよるっていうことだけ分かってくれればせめて、うん、それでいいよ、はい、村人陣営です、うん。そうですね、なんか、2番さんになかなか、よく言えば、意見が集まってるけど、前の人の話を、前の人のグレーの話を聞いて、強靭かどうか見極めて、聞くってところで、強靭あぶり出しすればよかった、偽強靭、語り強靭あぶり出しすればよかった。どっちか分かるのかなって正直思っちゃいましたね。3番さんに関しては、まあ、特に、気になるとこはなかったですね。二の印象悪いってだけで。まあ二周目かなって感じですね。二、三番さんは。五番さんに関しては、ちょっと私、聞き漏れちゃったのかな。二と三なら三に投票って聞こえたんだけど、それ、ちょっと聞き間違いかな。どういうことって思っちゃいました。六番さんに関しては、うん、3番が黒目してる週がしたってことでしょ、うん、しで、ね、だから3番の方が黒いって5番は感じたってことじゃないの。のプレイヤーが発言します、うん、村の全体だと俺の方が黒い。はい、お願いします。霊の仕様です。霊の仕様把握お願いします、うん。まず対抗の4番に関しては、3番目の位置ということプラス発言の量と内容から締め渡る気があまりないと感じているので、若干強の方が強いかなと現状は思っております。 2,3 番に関しては2番は危険な人物だなっていうくらいの印象でしかないかな。グレーで一番、違和感感じたのは6、時点で7かな。6番が3への殴り、2を若干かばったっていう発言をしていたんだけど、3と6って2への評価って同じだったと思うんだけど、若干印象悪いって同じ評価だったにもかかわらず、3円殴りかかった6番の印象が一番悪い、違和感でしかないと思っている。7番は5番への殴りがおかしくて、5番は 2,3 番で 順番をつけただけで、そこに指摘をしている7番の視点もわからないと思っているから、6時点で7がグレーだったら怪しいかな。以上です。9番のプレイヤーが発言します。まあでもね、はい、おはようございます、ね。僕占い師で5番さん白でした。ね、5番さん白把握お願いします。あの子が成長してくれればね。はい、まあ、騎士に関しては、まあ、つられ位置になったら出てきてほしいかなっていう感じですかね。うん、まあ、グレーズリーの場面で、ね、他は、まあ、潜伏で、うん、いいんじゃないかなと思います。本当に怒ってたら何も言わねえわ。で、霊能が2番目なんで、うん、今日は霊能釣り機で、お願いします。まあ、多分1番3が対抗で出てくると思うんでね。うん。出てこなければ、グレーから行きたいんですけど、まあ、ちょっと2番さんの発言はやっぱりいい、だって占い師、新占い師でも村目取りに行くでしょって思うから2番さんかなって感じ。1番のプレイヤーが発言します。
1番から出てこないけど、グレーからいきますか。自分普通に4から手つけたいからなって思います。盤面上でやっぱ8番さんの方が真に見えるかな。8番さんが、まあ、ローだったらわかんないけど、強人だった場合って、別にそこでから霊能で出てくる必要ないと思うし、そこ後ろに人狼が潜んでると思ってから出てくることはないから、今日はないと思う。まあ、ローだったらあるのかなって思う。なんで、ロー目線が終えるんだったら8から落としてもいいけど、まあ、盤面上8の方が真っぽい気がするから、4から落としたいかなっていう感じですね。8番さんの意見もまあ、わかんなくはないしなっていうところですね。ただ6番さんも自分は、5番さんはなんかちょっと、って思うところはあったけど、6番さんそこまで怪しく思ってないかなって、わざわざ6番さんってからね、4番さん怪しんで叩いてみたりとか、2、3もなくはないっていう目線とか、今までと違う人の目線の仕方してるっていう6番さんって結構目立つから、あんまりローでは見えなかったけどな。2番のプレイヤーが発言します。うん。ま、霊能を見ればわかるでしょ？どっちもムラリ出してんの。うん。どっちか人外なの。うん、ムラリ出してんじゃん。うん。まあ、死んでも出すよ。うん。でも、人外も、は、必ず出すの。うん。出さないわけないじゃん。うん。占い精査は、勝ったんだよ。うん。グレー精査しねえから。うん。俺は。うん。俺はムラリ出して、皆さんの信頼を勝ち取ろうなんて思ってませんから。騙す気すらないから。答えは簡単だろ。一周目に言った通りだ。うん。48と29比べれば分かること。48なら見分けつかないだろ、全然。ムラリ出してんだから、人外だって。92だったら見分けつくだろ。うん。人外は必ずムラリ出さなきゃいけないの。29比較したら9番が偽、2番が真。うん。2番が真じゃないかったらもう、俺の人狼殺の常識的にはおかしい。ほどの。だって見たことないもん。うん。何百試合しても見たことないもん、俺みたいな人外。必ず4か8のどちらかにいるように、9番みたいに、ムラリを人外を出します。出さなきゃ勝てないんです。ガチで勝つやつで、俺みたいなことが相方がいるのにもかかわらず、こんな態度取って、たらたら釣られていく。リア強じゃん、これじゃん。リア強の人外じゃん。うん。真面目に俺やってんだよ。うん。真面目に君たちに俺が死んだって伝えてんだよ。うん。俺は死んだよ。簡単じゃ、占い精査って。うん。自分が出会ったことがない、自分ができないことをした人が死んだよ、もう、以上。3番のプレイヤーが発言します。あ、2番が死んかどうかわからんけど、すまん。わからん。発言で俺は決めたいと思ってんねんけど、出た盤面で兵頭集まって出てくるから死ん。潜伏でこんなんいないでしょって言われてもわかりません。で、4番に関しては、8番と1番が言ってたんやけど、まあ、8番は太鼓やからいいけど、4番の精査って3番が2を叩いてるから2、3ロールをっていうのはないんじゃないかっていう精査しか残してないんですけど、もっと発言残ってるんじゃない ?2 周目発言聞いてって。だからまだ4、8に関してはどっちが真か真じゃないかっていうのは、わからんのじゃないかなって思うけど、俺は霊能ローラーをしたいと思います。で、1番さんローじゃないからって言って出てきて、うんなら潜伏占いをもう懸念してたんですかね。騎士出せばいいんじゃないですかねって思ったんですけど、一番さん最終の発言でしょ、部屋村でしょ、潜伏の懸念があったんかなってなると9番さんローっていうのもあるんじゃないかなって俺は思っちゃうけどね、役職にローが出ていってっていうところかな。で、5番さんは隠しローおめでとうございます。まあ、5番さんの発言もちょっと引っかかったけどね、3に印象がいいのは3やけど3から釣りたいっていうのはちょっと気になったけど、7番さんはそれが気になったんかな。その発言気になったんやったら7番さんって話聞いてるなっていうふうに思う。6番さんに関しては、6番さんに関しては、ごめん、忘れた。霊能ローラーします。以上、4と8、もう発言これ以上伸びんやろっていうところからいきたいと思います。以上。4番のプレイヤーが発言します。はい。8番。が太鼓把握です。で、そうですね、2番さん叩かれすぎなんだけど、後から出てきて5番さんに入れてるのが、なんかその、ちょっと怪しいかな、臭いかなって思いました。
で、まあ、3番はちょっとまだちょっとよくわからない色落ちなしで、で、5が白角、6が、ちょっと待ってね。え、追加できないの？もしもし、絶対私、本物なんだけど、そうだな。まず8番が私のこと叩いてたことに対して、発言の量が少ないから締めつる気ないって言ってたけど、ロボット化してるんだよね。誰も1周目の3番目で、そんな2、3、4をしてないし、なんかね、多分ね、なんかそんな触れることもないから、別にそこを取り上げた策っていうか、まあ、もうそこしか取り上げるって思った。あと村任せたって感じで。だから私目線は8点は黒角。俺あんまり話聞いてねえから分かんないわ、今日。あとは、9番で一緒のところにするか、まあ、9、多分1番で太鼓が出てくると思うみたいなことだから、9が、その、人外で、だから出てくる人ってなのかな。それとも、もう4番に入れようかなって思っちゃってるけど、記事の人に言います。今日俺守ってください。占い師が噛まれるんだったら、霊能ローラーして、噛まれてない占い師噛んで、噛んでっていうか、なんだ、釣って、最終日、だね。それでいいんじゃないですか。俺守ってください。ちなみに、1367だよね。で、俺3番を釣ってくださいって言ったつもりはなかったんだけど、まあ言い間違えてあるよね。今の噛んでとかも言い間違えたし。で、それを聞いてくれてたのが3番と、7番でしょ？それがめちゃめちゃ白く見えちゃってるから1番と6番なんだけど、発言差でやっぱり6番が怪しいと思ってる。順番をつけてくれって言ったのに、明確な順位をつけず、5番と3番を殴ったにもかかわらず、6番も明確な順位をつけていない。それがちょっとよくわからないっていうことかな。で、6番って、色落ちが3番と5番がないって言ってたにもかかわらず、5番と3番を同じような発言で殴ってる6番。これが俺の中で怪しく見える。っていうことかな。3番と7番は現在、結構白いなと思ってるかな。って感じかな。まあ、どっちが占い師真かって思ったときに、そっち側を、カリウドの人は守ってもいいですけど、いいよ、多分。って感じかな。そうだからいいよ。そんぐらいかな。言うことがないかな。別に、俺守ってくるだもん、確かに。以上。16のどっちかかなと思ってる。今日は霊能入れる。以上。狼が俺噛んでくる可能性があったら俺守ってくるだ方が助かるわ。のプレイヤーが発言します。間違いそうだもん。この人の中の頭の中は、はい、お願いします。お札伸びてないと偽物っていう感じ。何が占い出てきて、5番守んなくていいよ。もう曲げる未来しか見えねえわこれ。9ですね。あ、まあ5番噛まれるのか。どうなんやろ。霊能は正直、まあ発言精査で言ったら8番さんの方が心霊高いかなっていうふうに思ってます。まあ4番、対抗の4番さんを強靭なのか狼なのかっていうところを精査してたところとか、ここのラインがあるないっていう話とか、したところから白いかなって思ったけど、一つ8番さんに言いたいのは、別に私は3人殴りかかったっていうわけではなくって、まあ、3番さんが2番さんに印象悪いって言ってるけど、でもまあまあっていうふうに、叩き切らなかったところが、ヘイトを変えたくないんかなっていうふうに思ってしまったかなっていうだけで、別に3番さんを釣り寄せるつもりもないし、めちゃくちゃ叩いたっていうわけでもないから、まあそれは、まあ、そっけからといって8を黒く見るわけではないけど、それは分かっといてくださいっていう感じかな。で、5番さんは思考ロック解いてほしいかなっていうふうに思ったかな。5番さんの発言で、なんやろ、3から行くっていうところ拾えたところは白いって言ってたけど、私も3番さんから行くっていうのはめっちゃ気になってたけど、ちょっと時間がなくって言えんかったっていうだけなので、そこは気になったけど、まあ、ただ、うん、5番さんの位置で明確に釣り位置を出せるっていうのは白い要素かなと思ってるが、別に叩かれたとて5番さんを黒いとは見えへんけど、順位をつけてって言うんだったら、私以降の人にも順位をつけてないんだから、そこを叩くべきやったんじゃないかなとは思うけど、っていう感じかな。まあ、例の、そうだな、8番さんの話聞いてからも決めるけど、そうだ、4番さんが真なんやったら、釣り位置とか若干言ってほしかったかなっていう気持ちはあるので、4番さんから行こうかなとは思ってるけど、まあ、8番さんの話聞いて考えます。7番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、8番さんになんか、5番さんの件で叩かれたんだけど、3番さんも拾ってくれてたので、ちょっと良かったなって思いました。まあ、それはいいとして。
4番さんがなんかちょっと声がロボットすぎて全然頭に入ってこなくて申し訳ないんだけど、4番さんが恥がかく黒って言ったのがめっちゃ気になったかな。うん。じゃあ1級、ん？違う、2級新居なのかなって思ったね。まあ、2級に関してはね、9番さん、2番さん、9番さんに関してはエンドポジであんまりグレー精査できてなかったのと、2番さんに関しては、ちょっとメタパッションが、ちょっとあんまり好きじゃないかなって思いましたね。そうだな。8番さん、聞いてからだけど、まあ、釣り切るんでどっちでもいいか。人気投票で。まあ、1番さんに関してはエンドポジで、特に CO なしってとこで、割と占い師じゃないかなと思います。こんなこと言ったら、あれか、自分占われたくないみたいな思われちゃうか。6番さんに関しては、なんか、あんまり頭に入ってこなかったな。どこ怪しんでるんだろう。っていうか、やべ。まあ、4からいきます。2週目のあの、占い結果でちょっといろいろ変わると思います。8番のプレイヤーが発言します。はい。まず2級に関して、9は、誰かが拾っていたけど、対抗が出てくる前提の話しかしていなかった。ほぼほぼその、考えで思考していたのが、必要素ではあると思う。2番に関しては、こんな人がいねえだろう論なんだけど、そんなシーンも見たことがないので、2番はどうとでも取れるかなと思っています。グレーに関して、ということだよ、7番さん。まあ、4枠を取れると思ってるからいいや。グレーに関しては、やっぱり7番が、しっくり来ないんだよな。俺これ無敵じゃねえから。自分が7に、言ったのって、うん、7番視点で、1周目に5番が3人の、うんたらかんたらって言ったけど、別に5番が言い間違いどうこうではなくて、うん、7番視点で、5番が3人の評価をしたのが気になったんじゃない。だけど、メタだって、メタじゃないんだよ。そこに殴っていると思っているから、うん、メタじゃないんだよ、これ、うん。その、なんだ。5が3人の評価をしたことに、違和感を持って、7番が抱いてると思ったから、その5への殴りはおかしいよっていう話だけを自分は知ってみましたんだけど、そういうわけではない、捉え違いかな。何試合が前ね、これがメタなのかメタじゃないのかっていう話になってね、結局、マスターはメタだってなったから、みんなはメタじゃないっていう結論になってるからさ。1番視点の6が、なんだっけ、ぶっ試合ぶっ潰れたくねえからさ。行動しているから、狼ではないっていう拾い方がちょっとしっくりこなくて、別に6番で目立ち行動していると思っておらず、俺の考え、その要素での6の拾う要素の拾い方っていうのは1番は気になったかな。はい。人によっては、な感じですかね。以上です。狼いるって思う人もいるから。のプレイヤーが発言します。はい、まず太鼓の2番なんだけど、ちょっと強めも感じる、ローめも、まあ強ロー、どっちか今のところわかんないんで、霊能に空路が出てる可能性もあるんで、今日、まあ今日明日と霊能は絶対釣り切りたいなと思っているので、まあ今日は4番さんからいきますが。で、1番さんが僕太鼓で出ると思ってたんですけど、出てこなかったっていうことは、もしも2番さんが強靭だった場合は、あ、1番さんの黒はあるけど、2がローだったら1強、あ、1が、1はもう結構村置きできるかなっていう感じで見てますね。で、6番さんなんですけど、6番さんってなんか5を隠しろを置いてなかった気がするんですけど、それ、僕だけですかね、拾えてないの。僕の勘違いですかね。で、その辺を7番が拾えてないっていうのが、ちょっと、どうなんだろうと思いました。はい。まあ、今日、まあ、占い位置は決まってますけど、まあ、言いませんね。言わないです。はい、今日は4番さんから行って、霊能は釣り切りたいです。以上。1番のプレイヤーが発言します。いや、申し訳ないけど4番から行かせてもらうかな。
4番さん死んだったらごめんね。でも8番も明日必ずするんで、まあそこは納得してください。9番さんに関しては、まあ正直何とも言えないけど、まあ8番さんと精査が似通ってるんだろうなっていうのはなんとなく発言でわかりました。2級に関してはどっちかっていうのはわかんないんで、まあ明日以降になってくるかなって思うんですけど、現状怪しいと思ってるのは、まあ、8番さんも言ってた通り、7番さんかなっていう。で、7番さんから繋がる位置だったら、自分、新境でもし、ああ、違うわ。一郎どっちか出てるもんね。俺3番も結構怪しく持ってるんですよね。3番の突っ込みでから、自分に対してから、なんで騎士出さないのって言ってるけど、あの時点で俺が騎士出しの発言をした場合って、俺の騎士、透けてるじゃんみたいな叩かれ方しない？なんで、俺が騎士だっていう目線もないんだろう。なんか、引き潮を透かして欲しかったのかなみたいな。叩きやすいところ叩きたかったのかな。一番ね、まあ、占い位置にもなるし、まあ、釣り位置にもなれるから、まあ、なんか分かりやすいところを叩いたのかなっていう印象もあったから、まあ、三番さんの印象も正直よくはなかったかなっていう感じなんですけど、まあ、とりあえずは、占いの人に任せる感じかな。現状自分は7さんが、怪しいと思ってます。6番さんが5番さんの隠し郎を拾えてなかったのは確かに拾えてなかった。9番さんが言う通り。ただまあね、その盤面が追いついてないからといって、まあ明日以降の発言でからそこら辺はどうとでもなると思ってるんで、別にそこが黒要素とは思ってないです。今日は4番さんに入れます。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるの？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。私本物の霊能なんだけど、まあ霊能がローラってことで絶対釣り切ってください。やっぱ釣り切りやめようって言った人ちょっと黒っぽいかなって見た方がいいと思います。で、8番の発言なんだけど、4は釣れるからいいや、過去を笑めたのがちょっとムカつきました。あとは、なんだろうな。その8番、なんか、発言が短い人が怪しいとかって言う人多いけど、逆にそういう考えなんだったらさ、その、人外が頑張って、発言するみたいなことだってあるじゃん。私はなんか、あんま余計なことを発言すると沼らせるかなと思って、本当にわかんないときはわかんないって言うし、そうだな。無理に、自分の芯を無理に取ろうとするっていうのはなんかちょっと違うのかなって思った。あと9番と、あとは、2番の占いなんだけど、どっちがどっちって、ね、今のところよくわかんないんだけど、そうだな、9って言ってるから、なんか8番と繋がってんのかなとか、1番も4から行くって言ったから、なんかちょっと、1、9ちょっと、どうなんだろうと思ったのと、7、3がちょっと、夜が更けました。人狼に気をつけて占い師の方は、まあ、9番がどんなタイプなんだろうね。その疑いにはどんな3番に触れてねえから3番の後6、7どっちかなんだったら6、7どっちかの合わせてやろうと思ったんだけど合わせてやろうと思ったんだけどね6か7、6か7どっちやんどっちだよっていう感じで占った対象は人狼ではありません、うん3が何 ?1 番騎士でなんか言わねえから、あだこだってことは3番騎士じゃねえんだろ。騎士だったらもう知らんと思う。夜が明けました。もう知らんからな。昨夜は1名の方が亡くなりました。3、5番のプレイヤーが発言します。ごめん、2番が三四郎で、9番。髪上がったしよ。何 ?3 番が何騎士のこと言ってたのもう、めまいするわ、もう。ね、まだまだ。なるほど。まあ、3は黒っぽくなかったよなあ、まあ、今日は8番に入れます。8番を、投票しないってことはないです。釣り切ります。
ので、そうだね。まあ、1番は、なお、候補に入りますので、167の中に人狼が1で考えていきましょう。占いは決め打ちになるね。なので、そこ精査していってほしいかな。まあ、運がないね。占いも、占い、どうして、その人を占ったのか、ちゃんとに説明してください。かな。今のところ誰を殴るっていうことはないです。俺の中ではもう、その発言を残すっていうことはしないので、結構フラットになってきてる。167が。なので、発言で頑張ってくださいと思いますね。かな。まあ、4番が人狼ってことはないんじゃないって感じはしますね。あ、8番もそうだ。4白だもんね。まあそうだよねって感じはするね。8番釣り切りですね。以上。6番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあやっぱりもしかしたら4が真やったっていう可能性を置いたくはないけどって8番さん釣り切りますが、ってなってくるとね、まあ霊の狼出てる可能性も全然あるなってなってきてるかな。どうなんだろう。3が噛まれてんのか。でも3と4が8に入れてるんですもんね。まあ、とりあえず結論から言ったら8番行くんですが、ってなった時の、ってなった時にそっか、占いに狼が出てるってことなのかな。まあ、でもみんなが言ってた7番が気になるっていうのはめっちゃ分かってしまったかなって思っていて、はい。なんか、7番さんって、なんか、7番さんやったかなこれ。7番さんですよね。なんか、ここは印象ないとかいうふうに言ってたけど、そこまで来て印象ないってあるかっていうふうに思ってしまった部分はあったかな。まあ、ただ占い師で言ったら9番さんが私の把握漏れを指摘してたとこは、白いんかもしれんけど、逆にもしも、そうなった場合って、私がまあ多分黒塗りされる位置じゃないですか、きっとこのまま行ったらね。私が黒やった場合って、5番さんの隠し色を把握漏れなんていう、そんなミスするかっていうところを考えてほしいかなって思ったかな。まあ、それ把握漏れした私が悪いんですけど、そこに対してめちゃくちゃ叩かんかった1っていうのは白いんかなっていうふうに見てるけど、まあ1が黒やったらほんまに怖いなっていう感じですけどね。どうなんだろうな。まあ占い師、あ、5番さんに言ってたように、あの占い師は言ってくださいっていう感じかな。6番怪しむみたいなこと言ってたんやったら6番あや、あの、7番のプレイヤーが発言します。正直6番さんって1日目から自己弁明しかしてないから印象に残んないのはなんか普通だと思うんだけど、6番さんって1日目からなんだろう、2週目から結構自分の自己弁明しかしてないからって感じかな。1番さんに関しては37でやってる視点がマジでわかんない。何人チェンがいるのって思っちゃったし、そこに白を打った9番さんっていうのは私は割と偽なのかなって思っちゃった。1番さんって、なんか、初日から6番さん、怪しくない、怪しくないって言って、票回収してんのかなって正直思っちゃったから、まんまと6番さん乗せられてんなって思ってる。6番さんは、人外とは思ってないけど、なんか1番さんにまんまと乗せられてるなっていう印象ではある。8番さん、ちょっとあの、捉え違いなのかなって思ったけど、5番さんが、まあ、いいんだけど、今さら。2と3なら3に投票って言ったところ、突っ込んだだけであって、2、3精査してるところには全く違和感感じなかったですって感じですね。はい。今日8番さん行きますが、2級に関しては9が1に白打ったから9が偽かなって現状思ってますね。はい、以上です。8番のプレイヤーが発言します。はい。今日、釣られたくはないんで、一応、太鼓を上げますね。7番で太鼓を上げます。占いじゃなくて7番に太鼓を上げますね。7番騎士だったら絶対出た方がいいと思うよ。あなた、多分、2級の圧倒的占い師だから、7番、騎士だったら絶対 20J なんて出ないんだから、絶対出た方がいいよ。とだけ言っておきますね。一応、7番太鼓で上げます。今週の7番の違和感を持った発言っていうのは、1番への要素として、1番が7、3ロールを、てるからそれ何人がいるのっていう風な指摘があったけど、一番視点っていうのはグレー1で怪しい位置を上げた時に7と3番っていう風な発言が出ただけであって、7、3ロールを追っている発言ではなかったから、
その要素だけで一番黒く見、かつ、6は自己弁明、自己防衛しかしていないっていう要素を拾っておきながら、それを天秤にかけて1が黒っていう風な7の視点がマジで意味がわからないんで、やっぱり7が黒なのかなっていう風なのは思っております。かな。一応対抗7であげますね。2級は発言聞いてないんでわかんないんで、占いに対抗あげません。あとは、そうだな。そんなもんかな。昨日の発言で91で気になったところは別途服にはなかったかなと思っているかな。9は7の、要素として6の運びを拾っていないだけしか拾っていないから、それ以外でクリオスを9視点を上げるべきだとは思っているよ。はい。以上です。9番のプレイヤーが発言します。はい。まず1番占ったのは、ちょっと1日目にも言ったけど、48で、黒が出て湧いて、まあ、対抗の位置で1はあるかなと思って、1が村と分かったら、おそらく、48は、強靭で占いに黒が出てるということがはっきりするんで、僕目線、まあ、2が黒で、相方位置が、6か7。まあ、どっちも今とかあり得るなっていう思ってますね。6番さんはなんか僕に黒を打たれる前の布石の発言をしているように見えるし、7番さんは、なんだろうな、なんか6番さんは怪しむ目線がないっていうのがすげえ怪しかった。6番を黒に見ない黒に見ない目線がない。黒に見る目線がないっていうのがすごい。怪しい。なんか1黒でロックしてるような発言がすげえ怪しい。うん。まあ、今日は申し訳ないけど、8番さんを釣り切ります。霊能は釣り切る方針でいこうと思ってます。現状、2色の、まあ、6、7、うん。2、7、2、うん、どっちかわかんねえな。うん、6か7、どっちか占います。1番のプレイヤーが発言します。はい、3番さんすいませんでした。申し訳ないです。はい、自分がもう本当ポンコツだから3番さん怪しく思ってしまったんで。はい、すいません。もう墓部で見て、いつ叩いてください。自分9番の方がやっぱ2000に見えるかなっていう感じですね。9番さんって昨日目線でから8番さんの精査同じで7番さんの方が怪しく見えてたんですよね。なのになんでわざわざ1番を、占ったところで、1番占ってから、霊能と、占い対抗の色がこういう風になったなって分かったとしても、自分目線、自分が芯を取ればさ、9番が全部釣り切れるんだからさ、問題ないじゃん。だったら、それよりかグレーの黒、本当に黒いところを探した方がいいと思うのに、グレーの黒いところを探すんじゃなくて、なんで他のところの色を確定させようとするのかな。それって村からしたら全く意味がない行動だから、9番さんの行動が理解できないかなっていうところですね。6番さんに関しては、7番さんの叩きがちょっと、雑いかなっていうのと、5番さんの言い間違いっていうか、あれは、まあ、こっちも、多分ほとんどの人が気づいてたけど、指摘しなかっただけなんで、まあ、なんだろうな。うん、あとはまあ7番さんも、でも6、7比べたら正直2周目だったら俺8番さんと違って7番さんなんかまだ白く思えたかな。6番さんになんか自分票回収されそうになってんのかなって思っちゃったかな。6が7叩いてて、俺も7叩いてたから6が自分取り込めば7釣れるって思ったような感じの印象を受けたかな。まあでも7も6の票を取り入れようとしたから正直なんとも言えないけど、ただまあ占いだったら正直9の方が偽かなと思ってるけど、ちょっと8番さん新っぽい気もするけど、ごめんけど8に入れるかな。2番のプレイヤーが発言します。うん、あのね、9番が昨日1、6、7にしか触れてないから3番いた。で、なんか1番の話だと3番って1番は騎士言ってないことはあだこだって言ってから3番騎士じゃないんでしょと思って。占った。うん。で、1番だと9番ローだった場合だよ。うん、対抗出るんですかって言うかと思ってね。9番が2番手の位置で、まあ、3、6、7の誰かにいるんだろうかなと思って。いうのもあったら、噛まれちゃったっていう。じゃあ、9番は6、7、どっちでもいいんでしょ。じゃあ6占おう。
石とらなは何？俺のシーン見てんでしょ？じゃあ6らなを統一占いしよう。うん。石破綻しますけど、震えながら、キューマさん占ったら。うん。で、3番騎士だと思って噛んでんの？だって、1番の話を要約すると、1番に騎士の話をしてないって言ってんだから3番騎士じゃないでしょ。何考えて噛んでんの？俺が占うと思ったんだったらすごいけど。要は9番が3番に触れてない、この人はどういうタイプなのかなと思って、3番占うことである程度見えるかなと思ったら、3番ただの白だったっていうだけの話。うん。触れる人の中に狼がいるのか、触れない人の中に狼がいるのか見たかっただけ。うん。じゃあ6統一占いしましょうよ。まあ、7番あたりがすり寄ってるかもしれませんけども、まあ、6占えばまあ、ある程度見えるでしょう。だって7番と1番は俺の信じないでしょ？うん。明日になってね。うん。俺を信じない奴が狼なんだから。うん。6番占いましょう。統一占い。9番はどっちでもいいでしょ？白白できたらでかいでしょ？うん。6統一占いしましょうよ。6でも7でも、まあ6にしましょう、6に。うん。全プレイヤーの発言が終了し、若者よ。そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。はい、まあ仕方ないかなと思っております。占いで、占いの視点だなって思ってるのは2番かな。2番の占い、絶対に今日は2番の言った通り6番統一占いした方が絶対に強くて、まあ、7-1 が2の芯を追ってるから2番視点で6統一占いっていうのは2番の方が占いの目線っぽいなと思ったかな。うん、あとは9視点での1占いの理由が納得できなかったプラス、6、7比較した時に6が9に黒を打たれそうだからその布石を打ってるっていう9の6の星座が違和感だったから、まあ2、9、今週の発言比較したら2の方が新占いの目線かなとは思ったかな。して、グレー星座なんだが、1番、一番視点で7黒っぽく見えない。あ、まあ、そっか、6強回収してると思ってるのね、1番は。まあ、1は白弾いていいかなって、今週の発言聞いて思ったから、6、7のどっちかなんだろうな、っていう風な感じ。あと、2番に1個言っておくと、多分3は光発言はしてなくて、うん、3は光発言はしてないっすよ。そこだけは2に落としておきますね。現状9狼で。だったら占わなかったわ。1の話聞いて。って感じ。現状7の方が強いかなっていうふうな印象を持ってるかな。騎士だと思ってるかな。以上でーす。うん。夜が更けました。だったら占わなかったわ。人狼に気を。あんまり話聞いてなかったんだよ、もう。6番どっち？白黒？とりあえず白で打っとくけど、黒じゃねえかな。どっちなんだろう、この人9番って。6、7のどっちか触れてんだけど、どっちも占ってみてどういうことなんだよっていう。うん。6、7には触れまくってるけど、どっちなんだろう。6番と7番、どっちなんだろう。占った対象は、人狼ではありません。うん、爆笑の騎士破綻してくんだが、7番だろ。7か1位だ。夜が明けました。昨夜は、1名の方が亡くなりました。6、7番のプレイヤーが発言します。6神？6白、6角白。で、9番さん目線、私が確定人外になるんだ。やっぱ9-1でしょ、これ。9-1でしかないんだけど。8番さんって強人なのかな？なんか最初7怪しい、7怪しいって言って、6、7どっちかって、なんか、めっちゃふわふわしてたし。もう、今日は、占い決め打ち、私は 100%9 いきますけど、これ19ロールですね。うん、19ロールでしか言えないんだけどな。
もう9番さんのさ、占いっちゃもおかしかったよね。6、7怪しいって言ってて、1占いって。うん。1番さんも1番さんで、なんだろう、9から白もらって、9は偽って。なんか正直、1番さんの発言はライン切りなのかなって思った。これ19ロロです。9番さんいきます。9番のプレイヤーが発言します。はい、今日7いってください。7黒確定ですね。7いってください。そうですね。7で終わんなきゃ2って感じですけど。一番さん、白占いって結構、あれなのかな。僕の言い分ってあんまり納得されないのかな。7番さんって、7番さんの黒要素って、まあ結構村目線、村の皆さんが怪しんでる位置だったんで、7の黒見れると思うんですけど、参戦もなんか7行ってもらいたいです。お願いします。じゃあ一番さん目線もいいよね。7いけるよね。で、7終わんなかったにっていう感じでお願いします。一番のプレイヤーが発言します。いや、占いだったら正直2級だったら9に圧倒的に入れたいんだよ。でも7番が9釣り落ちててから9で間違えた場合って PP が起きちゃうから、正直9ってしっかり言い切れなくて、だから俺も7に行きたいんだけど、2番さんが7が飲めるかどうかって言ったらやっぱ飲みづらいと思うんだよね。だから7級のランじゃダメなのかな。7級のランで2番さんは多分9番って思うだろうし、2番さん目線だったら追わないといけないから、いやー、2番の方が死んだと思うんだよな。だから9番にすっと入れてから7球、釣り切ってから勝ちたい気持ちはあるけど、7が9釣り押すとやっぱちょっとブレるんだよな。それでもどうしても票が合わないんだったら、5番さんが、いや、5番さんがもう確実に9だって言うんだったらもういいや、9でいいや、俺も。ただ俺7、7級のランでから7に入れたいんだよな。27の要素って拾えないんだけどね。でも2番さんの発言からして2番さんの方が新っぽいんだよな。どう聞いても9番さんの占いっちゃもおかしいし、7番さんについてのあれも何もないし、なんかあの発言だったら自分釣られてもみたいな感じの空気感になっててから、どうせ7釣れないだろう、自分釣られてから出から。で、いやでもそこで2級番釣られたら勝てないもんな。いや、どうせ7に行きたい俺。2番のプレイヤーが発言します。うん。9、7っていうのもあるんで、今日9番行ってください。うん、1番さん。ピン切ってるんだったら。うん。で、バラシかまれます。最後は5番が決めればいいと思います。うん。それだけです。うん。バラシ生きてればもう結果は出るからね。9791、私目線分からないです。うん。こんなもんでしょう、人狼札は。6番には悪いことしたけど、まあ村かなと思ったけど、一応。うん。9番はね、もう初日に6、7疑ってて、まず1番占ってるので。うん。で、なのでこれどっちなんだろうね。初日、2日目に囲ったのか、7番がひたすらライン切りしたのか。うん。1から7がね、まあ、ライン切ってるんです、もう要するに9番と。うん。3番そんなに引き者発言してなかったのか。うん。9番が今触れてなかったから3番占った。で、71が、まあ、どっちかにいそうだったけど、まあ、とりあえずね、6番を占ったって感じかな。で、まあ、6番の色結果次第でなんとなくは見えてくるかなと思ったら分かりづらくなったけどね。
9番は偽ですので、まあ、9番今日言ってもらって、1番目線に9、7ってあるから。7、2じゃないから。9、7がありますよ。今日9番言ってもらって、僕頑張れます。そしたら5番さん決めればいい。俺の占い師の占い先の運はないのでね。噛まれちゃってね。ので、運はないけど、5番さんが意見残ってんだから5番さんの運があるかもしれない。チームで勝てばいいんで。5番に全てを託すためには、今日9番言ってください。手晴らし噛まれます。まあ、天国ではね、結果見てます。どっちだったのか。うん。今日は9番言ってください。以上です。5番のプレイヤーが発言します。まあ、現時点で、97、91、29しかないんだよね。21は切れてる。21は切れてない。29はないだろ、29は。29って、俺、どっちか真意から。あ、21も切れてないな。21も切れてないのか。21はないから、21はないからね。まあでも、21は拾いづらいな、さすがに。21はないから、存在しないから、絶対21は。あの叩き結構叩いてるなって感じ。21は存在しないから、21ラインは。9が絞ってる時点で1に絞ってる。27か97か、91だな。わかんない。わかんないけど、2番の昨日の、6番の、同時占いが、どうだったのかっていうことだよね。7番をかばっているのか、かばって6紙なのか。この紙筋ってどうなんだろうな。結局、2の紙か9の紙かだよね。3を噛むことと6を噛むことが2の紙なのか9の紙なのかっていう方が多分分かりやすいから、1番さんは2か9の欄にしてほしいかなってやっぱり思うかな。うん。その方がいいと思う。7の紙には見えない。だから今日は9か2に入れてほしいと思うかな。じゃあよく考えて入れましょう。俺はちょっと、わあ、2の紙っぽいけどな、わかんない。全プレイヤーの発言がその疑いにはどんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番、9番の遺言を発表してください。いやー、マジっすか。明日絶対7行ってほしいな。4、8、7だと思うよ。9、1だったらどうしてんだろうね。太鼓出るんですかって言うんだろうかな。2強人の7黒っていうのもあるって。確実に7を落としてほしいです。あ、7やっとけばよかったね、6か7だったら。占い割れたくないっていうのもある。7じゃない。普通に考えたら。まあ、負ける未来しか見えないけど。まあ、1占って確証にしておきますか、うん。もうそれしか言うことないっすね。はい。頼む。夜が更けました。人狼に占い師の方が、まあ、占い先のあれがミスりミスりミスりまくってる。噛まれるところを占いまくってるって、6、7の選択ミスってたな。7占っていけばよかったな。まあ、選択ミス。で、占い先の運がない。何が見るか頭いいで。占った対象は、うん、だ7に決まってんじゃん、もうどう考えても。だって、1はないんだよ。読み解いてほしいんだよ、5番に。6か7どっちでもよかったんだ、俺目線。夜が明けました。あるわけねえんだよ。だって、最高の話してんだから。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。うん。1番がなんでないのか。もうこの時点で破綻ってわかるよね。27のローローないので。27のローローはないので。この時点で。うん。7番さん。もう7ってわかるよね、1番。1番をなんでね、ノーマークにしてる。簡単だろ、だって。9番が多分おそらくローなんだけど、9-1 ローローでやってると思う、あの演技。一周目の。最高出るんですかって言うと思ってる？うん。1番だけはもうね、もう白で置いてんの。占う必要ないと思ってんの。で、1-7どっちかがね、ボロ、まあ、7だと思うけど、7が、まあ、3日目にボロ出してくんないかなと思って。
まあ、7だと思ったよ。だって俺の占い先から外れてるから。だからまあ6占ってね、各城にすればいいかなと思ってたの。うん。だからもちろん占ったら7番。うん。まあ、投票で俺に入れてくんねえかなと思って、5番の発言で7番がね。うん。1、うん、91はもうありえなかったんだよ。だってあれは演技でやらないでしょ、91老老で。太鼓出るんですかって。うん、9番偽だからね。うん、97老老でした。うん。うん、そういうこと。うん、もうそれ以上言うことがないっていう。うん。っていうかもう、1番も5番ももういいよね。うん。うん、ま、だって9番視点7黒だし、俺視点7黒だから、まあ、すまん、7番の話も、どうぞ。5番のプレイヤーが発言します。いや、7でいいっす。もう今日2番をグッジョブできたことで、よかったって感じですね。いやー、狩人使用しなくてよかったわー。ずーっと我慢してたわー。7番のプレイヤーが発言します。5番のファインプレイだったじゃない。5番に運があったよ。3番さんで消し落ちてると思った。あー。わし、かっこ黒やん。9番さんごめんね。1番のプレイヤーが発言します。いや、9が黒だと思ったけど、PP じゃないかって、俺のせいで負けてからこの後説教入る。時間に入るのか、でも俺謝罪会見の時間に入るのかと思ってから、謝罪会見じゃない。ちょっと夜きつかったけど。俺の占い運がなかったことこそが5番の駅に残ったってことなんだよな。で最終盤面で俺が危なかったっていう。7-1だったら多分1位から出なかった。俺目線はもう1はないんだよ。絶対に。くらい。だって、あれ演技でやってたらすごいんだけど、9-1のロロで。最後出るんですかって1番の相方だけどっていうの多分ないから。6に関しては白圧迫的な意味も込めて、どうせ9、6白しか出せねえんだけど、と思ったら噛めるんだなってこと考えてなかったわ、全然。うん。6はまあ残るだろうって前提で考えるとそうなるからね。俺の中のイメージで7を追い詰めていくっていう。ゲーム終了。よし。村人陣営の勝利です。あ、ちょっと待って、巨人か。いやー、マジ2位勘でくれんかなってずっと思ってたわ。100% 2位死んだろうなと思ってたから。あ、4人狼なんだ。なるほどね。